どうも、フリマこと、アースガーです。今回ですね、焦りを見せる世界のお困りの勢力、中国と覚悟が必要な日本、その6です。オチとしては、急いで対応しないと2024年の日本の大事件が起きてしまうというところなんです。前回に続きトランプ陣営の話です。2023年3月4日、トランプ氏は地元フロリダから保守派が集まるイベント、CPAC に参加するためにワシントン DC に向かいました。当然、会場ではトランプ氏を熱狂的に迎え入れ、我々はディープステートを完全に抹殺するとトランプ氏が宣言すると会場は大盛り上がり。さらにロシア、ウクライナの戦争などについて、私は今日ここに立ち、この約束を果たせるのは私しかいない。私は第三次世界大戦を防ぐ。とても簡単なことだ。第三次世界大戦が起きることになる。早くしないと第三次世界大戦になってしまうんだ。私はロシアが国を乗っ取らなかった唯一の大統領だった。ロシアが一晩で占領したのは、私がウラジーミル・プーチンと非常に仲が良かったからだ。私は彼を信じていないが、我々が何もしない可能性が 10% あると言った。しかし、ブッシュの時はジョージアに侵攻し、オバマの時はクリミアを奪い、バイデンの時は全てを奪おうとしている。彼は奪われたことに気づかないだろう。我々には選択肢はない。我々がやらなければ、我々の国は永遠に失われるだろう。これは最終決戦だ。彼らはそれを知っている。私も知っている。あなたも知っている。誰もが知っている。彼らが勝つか、我々が勝つかだ。もし彼らが勝てば、我々にはもう国がないなどと述べました。あの病気に関しては、3年前、私はあの病気はほぼ間違いなく中国の武漢の研究所から出たと宣言した。今こそ中国とこの巨大な事実の隠蔽を助言した腐敗した勢力が全人類に与えた損害の責任を問う時である。 WHO、 メディア、アンソニー・ファウチや公衆衛生当局、腐敗したシリコンバレーのハイテク企業、ジョー・バイデンまで、グローバリストの体制全体が、いわゆる研究室からの漏洩説が事実である可能性を示唆するものを黙らせ、検閲し、封じ込めるために執拗に動いた。研究所からのリークは彼らの政治的意図にそぐわなかったのだ。だから彼らは中国共産党の汚い仕事をし、中国のプロパガンダを事実上西側世界に押し付けたのだ。アメリカは、私が WHO から手を引いたとき、人口3億人のアメリカは年間4億5000万ドルを支払っていた。中国は14億人で4000万ドルを支払っていた。私は再び WHO から脱退する。WHO は We Hide Outbreaks、 感染症の突発的発生の略だ。アメリカは苦しんでいたのだ。現在、ジョー・バイデンは外国の官僚がパンデミックを宣言する前に WHO に巨大な権限を与える条約に署名するよう交渉している。この条約案はまた武漢研究所に関する事実を検閲したように、公衆衛生に関する不承認の言論を検閲することを推し進める。これは狂気の沙汰であるなどと述べました。またトランプ氏は CPAC で大統領に就任したらウクライナ支援を停止すると述べたんですが、これについてまとめサイトのトータルニュースワールドさんが興味深い意見を出しています。どういう意図でトランプ氏がこの発言をしたかというと、1、大首長のウクライナ不正への批判、2、大首長の失態でロシアがウクライナを侵略した、3、大首長はウクライナを支援してばかりでアメリカに目を向けない、この3つが理由だとしています。1はウクライナの企業ブリスマと大首長がつながっていて、よろしくない方法で大首長の次男のハンター氏がブリスマからお金を得て、ハンター氏経由で大首長が利益を得ていました。ここにアメリカの保守派が起こっているんです。2はロシアがウクライナの国境に大量に兵を集めていたのに、大首長はビグヘゲンシデイと去年の2月10日に明言しました。3は最近でもウクライナばかりに支援しているのに、オハイオ州の列車事故から有害物質が撒き散らされているのに大州長は一切支援をしていません。トランプ氏は支援のためにオハイオ州を訪れ、現地で熱狂的に歓迎されているのに大州長は何もしていないんです。また選挙に関してトランプ氏は、我々は投票用紙の収穫の達人になると語り、
アメリカを再び第一に考え、アメリカを滅ぼそうとする不吉な勢力との戦いで勝利することを約束しました。ちなみにトランプ氏は2月に投票用紙の収穫システムを取り入れることを発表し、我々の進むべき道はできる限り全ての州で投票用紙を収穫するという民主党独自のゲームをマスターすることだ。しかしそれは同時に勝利のための土台作りを今すぐ始める必要があることを意味すると付け加えました。それから CPAC では保守系メディアのあのプロジェクトベリタスを追い出された。創業者のジェームズ・オキーフ氏がファイザーの内部告発者の女性とともに CPAC のステージに立ち、勇気は他の全てのものを支える美徳であり、それなしには本当にジャーナリズムはできない、決してやめない、諦めはしない、などと観客に呼びかけました。3月6日には FOX の司会者タッカー・カールソン氏が共和党の下院議長ケビン・マカシー氏から受け取った2021年1月6日の議事堂暴動の映像の一部を放映。その上で米国連邦議会警察官のブライアン・シックニック氏の死亡時期と原因について触れました。この映像はシックニック氏が議事堂で人々に殺されたとされる後に生きていたことを示しており、その映像は1月6日の委員会のメンバーが閲覧したんですが、公開を拒否されました。カールソン氏は今日までメディアの説明ではシックニック氏は1月6日に殺害されたとされてきた。我々が検証したビデオはそれが嘘であることを証明している。ボートに殺害されたとされる後、首都を歩くシックニックの監視カメラの映像です。ヘルメットをかぶっているので想像しにくいが、彼は健康で活気に満ちている。民主党は1月6日について語ったが、それは確かに嘘だった。1月6日の委員会はブライアン・シックニックが議事堂内を普通に歩いていたことを完全に知っていたなどと述べました。このカールソン氏が公開した映像にトランプ氏がトゥルース・ソーシャルで反応。タカ・カールソン、米国史上記者として最大級のスクープおめでとう。1月6日のイベントの新しい監視映像は実際に何が起こったかについて全く異なる光を当てている。アンセレクト委員会は巨大な詐欺であり、この最も重要な日の犯罪者であることが明確に刻印されたのだ。ペロシとマコーネルはセキュリティで失敗した。警察の話は悲しく見るに堪えない。トランプと他のほとんどの人は完全に無実だ。彼らを自由にさせろ、今すぐ。アンセレクト委員会は嘘をつき、その行為に対して訴追されるべきだ。ナンシーとミッチ・マコーネルは安全保障面で大失敗をしたなどと述べました。イーロン・マスク氏もこの件についてツイッターで、国民を欺いただけでなく党派的な政治的理由で証拠を隠し、彼らが犯した罪よりもはるかに重い罪で人々を刑務所に送り込んだ、これは法的にも道徳的にも深く間違っていますとツイートしました。3月7日にはこの件でカールソン氏の番組に1月6日の議会調査委員会で取材をし、本を出版したジュリー・ケリー氏にインタビュー。ケリー氏は DC の連邦判事は腐っており、政府と結託し保守派を不当に拘束していると述べ、カールソン氏はこれを受けて、私たちが提示されたストーリーが全くでっち上げであることをはっきりと認識しました。嘘だったんです。このような嘘に基づいて人々はまだ刑務所にいる可能性があるのです。保釈を拒否されて24ヶ月、25ヶ月、26ヶ月になる男たちが刑務所でぐったりしており、政府は彼らの裁判を遅らせ続けていますなどと述べました。また同日にカールソン氏に1月6日の映像を見せたマッカーシー氏は、お困りの記者たちに待ち伏せを喰らい、なぜ政治よりも透明性を重視して映像の公開を決めたのかと質問を受けました。これに対しマッカーシー氏は、その日のうちに何が起こったのか、私が確認したかったのは透明性を確保することです。私は CNN があなた方が実際に私たちの居場所を報道したことを知っています。これは秘密の場所だった。私はあなたがそのことについて懸念しているのかどうか知りません。しかしあなた方 CNN がそれを暴露した時、多くの人が本当に心配したのです。私は1月6日の委員会がいかに政治的なものでしかなかったかを見てきました。1月6日の委員会では少数派が入ることを許されなかったなどと返しました。
これも当日ですが、ウォールストリートジャーナルの報道で、米連邦取引委員会はツイッターに対して、特にビッグテック、巨大 IT 企業や連邦政府による不正を暴く活動など、憲法修正第1条で保護されているジャーナリストの活動に関連する情報の提供を要求していることが判明。つまり、大衆庁陣営がツイッター潰しに入っているということなんです。これに対しマスク氏は恥を知れ、政治的な目的のために政府機関を武器化し真実を弾圧している事例だとツイートしました。3月8日にはマスク氏は1月6日暴動の映像を引用リツイート。このビデオを削除してほしいかいと書いた映像には、アメリカの右派 Q アノンのシャーマンことジェイコブ・アンソニー・チャンスリー氏が映っており、議事堂警察が暴動を起こしたシャーマンを制止するところが、シャーマンを誘導していたところが映されていました。この映像から保守派はシャーマンの逮捕、起訴、禁錮は不当であると訴えています。3月9日には大衆庁の弁護士であるパトリック・ムーア氏のボストン事務所から9箱の文書が持ち出されたことが発覚。この文書は去年11月の捜索を前にマサチューセッツ州に持ち出され、まだ国立公文書館の審査を受けていませんでした。これについてトランプ氏はトゥルースソーシャルで、ボストンでバイデン文書の箱が多数発見された、この情報は中間選挙前に知られていたが政治的な影響から報道されなかった、国立公文書館は何もしていない、ジャック・スミスとゲシュタボはいつになったらトランプへの嫌がらせをやめるんだ、魔女狩りだと述べました。同日には下院小委員会でツイッターファイルを記事にしたジャーナリストに対し、民主党の女性議員シルビア・ガルシア議員がトンチンカンな質問を展開。いわゆる日本におけるノートのような使い方をするメルマガ配信サービスであるサブスタックを知らずに質問をしており、ツイッターファイルを投稿したジャーナリストのバリ・ワイ氏を知らずに質問し、挙句に卑猥な発言もしていました。これについてマスク氏がコメディの金メダルだとツイートしています。この日にはまた共和党民主党の議員が1月6日の議事堂暴動の件で衝突、下院武器化委員会の共和党事務長官委員長が民主党のステイシー・ブラスケット議員が議事堂暴動の映像に対して言い訳をし、最終的にジョーダン氏がブチギレ、あなたの馬鹿げた発言に答えているんだと返しました。日本のみならずアメリカにもお困りの議員はたくさんいる模様です。これも当日ですが、下院教育労働委員会でトランスジェンダーの選手が女子スポーツに参加することを禁じる法案が可決。これで少しお困りな流れが是正されていくことになります。3月10日には後で話すトランプ氏の逮捕報道にも絡むカリフォルニア州シリコンバレーに拠点を置くシリコンバレー銀行が破綻。この件についてマスク氏が動きを見せていて、ツイッターはシリコンバレー銀行を買収してデジタルバンクになればいいと思うというツイッターユーザーの意見に、マスク氏は私はそのアイデアに前向きだと返答しました。さらに同日にマスク氏は Q アノンのチャンスリー氏に対し、ジェイコブ・チャンスリーを解放せよとツイッターで発信しています。正直議事堂警察が平和に議事堂内にチャンスリー氏を案内しているので、見方によってはチャンスリー氏は濡れ衣を着せられています。これも同日ですが、下院共和党が生物学的男性の女性スポーツへの出場禁止法案を提出。この3日前の3月7日にも共和党の下院司法委員長の事務長だ議員がツイッターで、男性を女性のスポーツに参加させるべきではない、それを言わなければならないなんて信じられないことだと述べていました。これも同日ですが、トランプ氏は動画でアメリカの現状について発信。我々の国は世界の捜査の中心地となった、実際私たちはそれしかしていないし、それは私たちの多くの敵にとって良いことでしかないのだが、敵は世界中で我々を笑っている。彼らは我々の破滅と破壊を見事に企て、これ以上ないほど喜んでいるのだ。我々はアメリカを再び偉大にすることに戻らなければならないと述べました。これも同日ですが、トランプ氏が議事堂暴動事件で逮捕された人のチャリティーイベントに出演し、トランプ氏と合唱団が一緒に歌った Justice for All
という曲がリリース。この曲が iTunes の音楽チャートで1位を記録しました。内容は合唱団がアメリカ国歌を歌い、トランプ氏の演説が流れるものですが、チャートの数字が全てを物語っています。3月11日にはマスク氏がスウェーデンの超過死亡が少ない件についてツイート。2021年にスウェーデンはヨーロッパで最も超過死亡が少なく、集団免疫をつけることを重視しましたが、ロックダウン、マスク着用義務なしで非難もされたんですが、そのことについてマスク氏はスウェーデンに敬意を表しますとツイッターで述べました。3月12日には共和党のジェームズ・コマー下院監視委員長が FOX の番組で、ダッシュ長一家が中国共産党から資金を得ていたことを示す文書が手元にあると述べました。具体的には、思った通り最悪だ、最後に話した時から我々は銀行の記録を手にしている、私たちの委員会に協力している個人もいる、この2週間で私たちはこれらの個人と個人的に、あるいは弁護士と会ってきた。つまりバイデン一家が世界中で行っている様々な計画に関係していた4人の人物だ。バイデン一家が中国共産党からどのように資金を得ていたかを示す書類が手元にあると話していました。ここまでが6本目ですが、7本目も引き続きトランプ陣営の話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。